はい、皆さんこんにちは、ワナルの領事です。今回はブロックフードですね、ストーリーモードを続きやっていきましょうということになります。で、ストーリーモードですね、前回第1章と第2章、ここまでプレイをしてきましたので、今回は第3章ですね、ここをやっていきましょう。生活ということで、あなたのスキルで十分な生活ができていると誇れる状況はあなたを自由にし、バランスの取れた人生設計を可能にするっていうね、ロディックの言葉が説明のところに入っていますが、早速じゃあストーリーモードやっていきましょう。まあ、前回まで第1章第2章に関しては本当にまあお触り部分っていうんですかね、まあ、お触りっていうとちょっとエッチな雰囲気になりますけど、触りの部分だったのかなと思いますんで、まあ、今回はさらに一歩踏み込んだ、まあ、このブロックフードの面白い部分がお見せできるんじゃないかなというふうに思ってますんで、今回から見る方も、あるいは1章2章見ていただいた方も、お楽しみいただける内容にできるんじゃないかなというふうに思ってます。では早速ですね、内容の方を見ていきましょうか。まあ、ご覧の通り前回までにある程度作ったものが引き継がれているという状況になってますね。この辺りのね、ソーラーパネルとかはどっかで取っ払っちゃってもいいかなっていう気もするんですが、さてさて、で、よし、ちゃっちゃとやっちゃおうということで、例のアフロ君が出てきてますが、ブロックコーポレーションインターナショナルへようこそ。私たちはあなたと一緒に明るい未来を作れることを。あなたでしたか。まあ、これ神の目線で今見てますからね。またお会いできましたね。会社が見つけたアドバイザーがあなただったとは、ということでね、この神の目を持つ僕がアドバイザーに就任しているわけですね、ここでは。私が誰だか覚えていらっしゃいます？最初はツリーハウス、その次はネイバーフッドプロジェクト。これは前回の居住区の話ですね。このアフロヘアがちょっと大きすぎるかもしれませんね、っていうことで、まあ、確かにこのアフロヘアが少しトレードマークにはなっているというキャラクターにはなってますよね。さてさて、で、今回はどんなテーマかというと、おバーカーも出てきましたね、イノシシの。ん？何？そこにいるのは誰ですか？っていうことで、まあ、見えてないんだろうな。ちょっとね、目線的に今ここにいるんですが、ここにね。どうもこのイノシシが少し低いところにいるんで見えてなさそうですよね。さあ、何をすればいいかという話に入っていきます。フードの住民には好き嫌いがあります。フードっていうのはこの世界のことですね。実はいくつかの花を入れ替え、どうたらこうたらみたいなこと言ってますが、これらの要望を聞くことができるのです、ということで、人の好き嫌いを、まあ、今後把握しながら、よりその思考に合った環境を用意してあげるっていうことなんですかね。下のハイライトされた住民パネルを開いてくださいということで、これが住民パネルになります。住民にはいろいろな要望があることが分かりましたか、ということで、ちょっと見ていきましょうか。まずはトリスタン、消費者ですね。好き嫌いとそれぞれ上段下段で分かれてますが、好きなものが皮、肉、これらのものが好きなんですね。で、それらは、まあ、それぞれ休憩スペースだったり野菜屋さんだったりで手に入れられますということなんだな。で、嫌いはリスク、まあ、リスクはね、好きな人ってあんまりいないと思いますが、あとは病気とかですかね。デブさん、なんかデブさんっていうとなんかね、そのまんまになりますけど、パン、ビール、なんかデブさんのそのまま悪意のある名前になってるな。で、ミンジュンさんは、まあ、ビールとメディア、うん。で、もう2人いますね。ラフィキーは健康と肉、うん、僕に似てますね。今僕もあの筋トレとか、肉体改造とかやってるんで、もし興味ある方いればツイッターの方も覗いていただければなと思うんですが、で、最後ランさんはテクノロジーと布が好きで、嫌いなのが農薬、それに病気っていうところですね。さあ、ではこれを見た上で、バーガーは、バーガーっていうのはこのイノシシ君のことですね。ちょっとどうしても叶えてもらいたい要望があるんだが、ということです。
で、それが何かというと、何なんでしょうね。で、さっきちょっとフューチャーした、じゃあこのデブっていう人の要望を叶えていくっていうところから始まるみたいです、今回は。では、ちょっと早速続きを見てみましょう。デブはバークフラワーガーデン、新鮮な空気、それからビールが好きですと。ビールか、そうですね。僕もね、今、さっきお話ちょっとだけしたように、肉体改造中、筋トレ中っていうことがあって、基本的には禁酒を今してます。なので、たまーに飲むビールがもう美味しくてたまらないんですけど、このデブ君の気持ちはよくわかりますね。で、ビールは、ポッと生えたりする資源ではないので、生産するためにはそのための生産チェーンを作る必要があります。生産チェーンとは、特定の資源を生産するためにインプットとアウトプットの連鎖を作り出す複数のブロックのことですと。じゃあ具体的にそれは何かというと、まず最初は小麦畑を作ってくださいということですね。じゃあ小麦畑を作っていきましょう。で、その前に、今の資源の状態を見ておきたいんですが、電気が0.12、作られる量と今持っている量が画面の左側に出てると思うんですが、電気、小麦、水と出てるんですけど、マイナスになりそうなところで言うと、困るのが電気とお金なんですが、まあ大丈夫そうかな。で、電気に関しては、このままだと確実にまずいことが起きそうだなというのが見て取れるので、先にちょっと電気何かできないかな。お、石油発電機っていうのがあるじゃないか。とてもいいですね、これ。石油発電機。そのためには油田とかが必要なんじゃないの？油田。コットン畑。この辺りは油田にはならなそうだな。あ、油田あるじゃん。お金1に対して、油田が作れるんだな。お金1投入することによって油田が作れますと。で、油田から石油ができて、石油から、電気が20作れる。これは大きいですね。そしたら、早速なんですけど、もうこのソーラーパネルぶっ壊しましょう、全部。ちょっと順番として正しいかっていうのはあるんですが、一旦ぶっ壊してしまって、油田を1個掘っ立てちゃいましょうか。で、さらに石油発電も立てちゃいましょう。で、これでだいぶ状況が好転するんじゃないかなと勝手に思ってます。なので、これらを踏まえた上で、一旦まずはアクセスが全部あるか見ときましょうか。まあ、上の方はね、アクセスなくて当然だと思うんですよ。なので、上の方はいいとしてだ。で、そうすると、この辺も、まあ、意味がもはやないので、削っちゃいましょうということになりますかね。で、この状態で、一旦資源パネルを見てみると、電気が0.39。もうちょっと電気は欲しいかな。そう考えると、さっきの油田地帯にもう少しまとまったものが作れるように、プラスアルファで油田と発電を作っちゃいましょうか。これでどうだ？で、ちょっとパネルを見ておきましょう。何が起きるかというと、石油2に対して電気22も作れるし、大丈夫そうですね。じゃあこれで一旦よしとして、小麦畑を作っていきましょう。で、小麦畑がどこにあるかというと、これかな？これが小麦畑か。ただ小麦畑が作れる場所もだいぶ限られている感じがしますね。壊せるところもある程度限りがあるなって考えると、水の資源は0.95しか作られないんだな。で、小麦畑は、もう一度確認しておくと、地下水に、労働力に、肥料1。で、まず地下水に関して言うと、画面の左側に映りますけど、どんくらいあるかっていうのを見ていくと、地下水は、豊富にあるので考える必要はなさそうだと。で、労働力は、1.93ずつで、今988あるので、まあ、これも問題なさそうですね。
で、肥料1に関してなんですけど、肥料は今どんくらいあるかというと、肥料のストックは339あるんで、これもあまり今すぐ考える必要はなさそうですね。じゃあ、壊せるところはもうがっつり壊していっちゃいましょう。で、どうするかというと、そうだな、労働力がどんくらい増えていってるかというと、労働力は言うほど増えていっていないのかな。ここもちょっともう一回アパートを見ておくと、労働力が3.3増えていく。で、今労働力がどんくらいあるかというと、上の方から労働力が1.91、1093もあるんだ。ってことは、労働力は多少削ってもいいといえばいいんですね。まあ、ただ、一旦は、小麦畑とかを指示通りに作っていきますか。じゃあ、小麦畑を作りましょう。で、コンボストランプブロックが肥料をアウトプットしますということで、今度はじゃあ肥料を作るものを用意しますか。肥料はどれで作るかというと、コンボストラップ、これだな。じゃあこれを、そうだな、変なところに作るのもなんだし、まあ、この辺に作ってみますか。1個じゃあ肥料が4作られると。で、肥料も作れたし、小麦畑も作ったし、OK ですかね。で、小麦をビールに、鋳造するためにビール工場が必要ですということで、じゃあ次はビール工場を建てていきますか。ビール工場はこれですね。小麦に、水に、労働力に対してビールが4作れると。じゃあ、ビールの工場をどこに建てるかなんですが、どうだろうな。普通に考えたら工場の近くに建物って嬉しくはないじゃないですか。なので、こっち側を全部工場地帯に建て替えましょう。壊していって、ここをビール工場にしていきますか。よし、ビール工場ができましたね。これでビールがガシガシ作れると。じゃあ、どれくらいのスピードでビールが作られるかちょっと見ておくと、小麦に、水に、労働力に対してビールが4作られていきますね。で、資源パネルの方ではビールが、どんどん作られていってると。まあ、ただちょっとビールのね、生産スピードが少し遅いかなという気はしますが。で、ビールはでき始めたけれど、足りないねということなんで、デブをちょっと見てみますか。どういう反応してるか。デブは、ビールをどれくらい飲んでいるか。オーバー50ビール。ってことは50個ビールが必要なんだな。まあ、50には程遠いよね。では、ビールをじゃかじゃか生産していきましょうということになりそうですね。じゃあ、ビールを作っていきましょう。コンボストラブラントが4つ必要ということになってますんで、まあ、ここは何も考えずに、とりあえず4つバシバシ作っていって、で、最後になのかな？不要になったら取り壊していきますか？これでいいでしょう。で、小麦畑が4。小麦畑4をどこに建てるかというと、まあ、この後ろにガシガシ建てていきましょう。で、ビール工場がさらに4ですね。よし。これでビールが50になるまで一旦待ちましょうか。ビールが50になれば、だいぶいろいろ変わってくるかなとは思いますんで。で、生産パネルではなく、資源パネルを見ておくと、
どうでしょうね。なんか危なそうなもの何かあるかっていうと、病気とかが0.44ずつ増えていってますけど、ちょっと今これの対処法は不明なので、このままにしておきましょう。で、文化とかもまあ徐々に増えてはきているか。で、ビールが50達成したみたいですね。これだけビールがあれば、デブやその他のビール好きの人たちの要望にも応えられるよ。これだけの苦労をしてビールを生産しても、それが商売にならなかったら残念ですよね。バーでビールを売りましょう。そうですね。バーか。いいね。バーに行きましょう、バーに。バーは、これかな？うん、これだね。じゃあ、これを立てていきますか。みんなバーに集まれっていうことでね。じゃあ、ちょっとこのバーの様子を見ると、ビール3、労働力2、消費者4で、コミュニティとお金が12生まれると。いいね。じゃあ、バーをもう1軒建てますか。まあ、とりあえずなんで、この辺りに建てて、また後で取り壊せばいいでしょう。いやー、僕もね、バー早く行きたいなー、バーにね。あれ？バーが2分の1だけど、これは何？アウトプットがまだ出てないからかな。ちょっと待ちましょう。今生産スピードが3分の2ぐらいまで進んでますんで、このアウトプットがマックスになった時に、画面左上の2分の1のバーが多分2分の2になるはず。なりましたね。よし。じゃあ、住民がバーに集まってくるはずですよっていうことになっています。で、その他の要望なんですが、おお、バーガーは池が欲しいって言ってるけど、そんなの無視してますね。労働力と消費者が不足気味ということで、アパートメントをもっと作りましょうということになってます。じゃあ、そのアパートメントをガシガシ作るためなんですが、このゲームって一番最初の方にもお話してると思うんですけど、マップがかなり狭くて、縦に縦に積み上げていく必要があるんで、いよいよその真骨頂を発揮する時が来そうな感じですね。ブロックフードでは一部のブロックを縦方向に積むことができます。スペースを節約するのに有効ですというふうに出てますんで、小さなアパートメントを2階に作りましょうという話になっています。で、この時大事なのがエレベーターありましたよね。なので、エレベーターをまずはここに立てましょう。エレベーターをね。エレベーターを立てて、その上でだ。その上でアパートを立てていきましょうか。で、アパートの向きはというと、この向きでいいのかな？この向きでアパートを入っていくよね。よし。で、ちょっとアパートの向きが何とも言えない微妙な感じになってるんで、ちょっとやめましょう、これ。なんか悲しい感じになってるんで、結構ね、向きにこだわる方なんで、この向きにすればいいかな？この向きにして、この向きにして、今アパートの向きを少し変えました。うん、違う。エレベーターの向きを少し変えました。なんで、これで、いやー、ダメか。意味がないことをしたかな？いや、これでいいんだよね。これでどういう向きになる？うわー、微妙な向きだな。まあいいか。微妙な向きだけど。これでアクセスがちゃんと取れてるかどうかですよね。アクセスが取れてないね。アクセスが取れてないと壊れていくだけで意味がないのでやめましょう。となると、アクセスが取れるように立てていく必要があるので、向き的にはこれでどう？これもダメ？さっきと同じだもんね、向き的には。ちょっとこの向きがいまいち理解できてないかな。こうか。これも多分ダメだよね。ダメだね。ってことは、このエレベーターの位置がよろしくないってことになりますね。どうしようかな。そうですね。そうすると、わかったぞ。ここに、いやー違うな。道を1個立ててあげればいいのかな。で、上をかぶせちゃう。どうだろう。ちょっとそれやってみます？何を今言っているかというと、まずはエレベーターで2階に上がる、ルートを確保してあげなきゃいけないというのは間違いがなくて、
じゃあ、それどうするかというと、まずはエレベーターをさらに上に積み上げますと。おっと、エレベーターじゃないものを積み上げちゃったんで、エレベーターを積み上げ直しましょう。これでエレベーターが積み上がりました。アクセスは取れてますよね、青なんで。で、この状態で、ここに、これを立てますと。いいね。で、これを立てたら何ができるかというと、ここが塞げるよね、きっと。こんな感じで。そうすると両脇に、両脇にワキワキできるんじゃないか？ここまでか。今今だとここまでしか積み上げが効かないか。まあ、ただここまでは積み上げができたと。ここが積み上げられない理由がちょっとわかんないけど、まあいいや。一旦はこれで、もう一個エレベーター積み上げとく？積み上げておいて、もう一個積み上げちゃえ。どんどん高くしていきましょう。んで、この状態でこれを立てる分には全く問題ないでしょう。で、さらにさらにで、これを、できたね。完全にはまったな。こんな感じです。戻すと。で、バーガーは、池を作ってくれっていうのを無視されたからちょっと拗ねてますけど。で、2階がアクセスできるようにはしてありますので、問題はないでしょう。で、2階のアパートメントをつなげれば OK です。ということで、つながってます。で、アクセス状況は、まあ、確認しながらやったんで問題ないんですが、確認を一応しておきましょう。こんな感じになってます。今今、全く問題ないですね。あ、そうか。もうビールもこんないらないんで、壊しておきましょう。無駄に、ビール工場を稼働させておく必要もないので。ビール工場も、まあ一つあればいいでしょう。こんなところかな？ちょっと早々にね、いろいろ切り替えちゃいましたが。で、この次何をしなきゃいけないかというと、おっと、3階にも何か作れって言ってるな。3階か。そうすると、まずバーもこんなにいらないんで、バーを1個壊しちゃいましょう。んで、3階に何作るかだなぁ。そうするとですね、まずは、さっきと同じ要領で、ここに、3階へのアクセスを作っちゃいましょう。そうだな、先にじゃあ、なんか作れるものがあったら作っときます？パン屋さんは小麦が6、労働力が1、消費が1か。じゃあパン屋でも作っとくか。まあパン屋なんてあっても困るもんじゃないからな。小麦がその分取れているかというと、まあ小麦もあるんでいいでしょう。んで、あとは、そうだな。洋服屋さん、インターネットカフェ。この辺はそもそもお金も衣類もないんで、どうしようもないんで。3階にじゃあアパートを建てていきましょう。まあ、この上にアパートをそのままドデーンと、建てていけば済むかなと思いますんで、アパートをアクセスが取れるような感じで建てていきます。こんな感じですね。はい。で、これによって、何ができる状態になる。ちょっと今画面の右下の方に出ちゃいましたけど、まあ置いといて、この後なんですが、さらにアパートメントを増やせば、労働力と消費者が生産できますというふうに出てますんで、これをちょっとね、さらに増やしていきましょう。で、そのためには、このままアパートメントを増やしていけばいいのかな。ちょっとそこが何とも言えないというか、よくわからないところにはなってきちゃうけど、ヒントがあるのかな。新たに15個のアパートメントを作ってください。あと4つ足りないですね、画面左上見ると。なので、4つバリバリ立てていきましょう。じゃあ、あと4つね。
ちょっとね、不便といえば不便かなっていう感じはしますけど、何が不便かというと、エレベーターが1個しかないんで、こんだけのね、大きなマンションみたいになってくると、少しエレベーターがどん詰まっちゃうかなっていう感じもしますけどね。今僕の住んでるあのマンションが、22階建てかな ?22 階建てで、実はエレベーターが2基しかないんですよね。なんで、ランッシュの時間とかはね、結構ね、どんくさい感じにはなっちゃうんですよね。おー、こんな感じに見えるんだな。なかなかいい感じの機械的な感じになってますね。2階にパン屋があるっていうね、謎の仕様ではありますけど。で、もう1個足りないか。じゃあ、そうだな、こっち側にも広げてき、お、できましたね。大丈夫ですね。素晴らしい。あとはこれらのアパートメントがきっちり稼働するためのサポートができていれば OK ということなので、一応今さっとなんかクリアしちゃいましたけど大丈夫そうですね。データモードから戻るにはデータアイコンをクリックしてくださいということで、まあ大丈夫ですね。次は農家の人たちがどんな要望を持っているのか見てみましょうということで、住人パネルよりダン。ダンさんね。デンさんじゃなくてダンさん。これだな。あなたが何が欲しいかというと、衣服屋さんか。まあ洋服がないと困りますからね。トップス、ボトムス、レイヤードレスにフットウェアということで、洋服をじゃあきっちり作れる環境を用意しましょうか。で、衣服となると、まずは生地の原料。うん。じゃあ、これは、また畑を作っていかなきゃいけないかな？油田とかは作ったし、なんだろう。コットン畑でいいのかな？コットン畑で良さそうですね。うん、大丈夫。じゃあ、コットン畑を建てましょう。で、農薬が必要ということで、農薬小屋。はい、農薬小屋も建てましょう。農薬小屋はじゃあこの辺にバーンと、スーッと建てちゃいますか。んで、ブヒブヒ言ってるバーガーは農薬が嫌いなんだな。まあ、農薬は本来虫をね、避けるためのものだと思うんですけど、まあ自然のものではないですからね、確かに。コットン畑ができましたんで、コットン畑をもう一個作りましょうという話になってます。じゃあコットン畑はこっちに固めちゃいますか。ほいと。で、今度は布に仕立てましょうということなんで、布に仕立てるためには、ステップが必要です。綿織り機、さらには綿をコットンベールにするための、宝石工場が必要ですということになってます。じゃあそれらを作っていきますか。そうだな、まずは地盤をきっちり作っていくという意味で、そうだな、ってずっとうなっちゃってますけど、これかな。面折り木、これをじゃあバーの横に作りますか。アクセスは取れてるよね。取れてないと危ない危ない。全く取れてなかったですね。じゃあこれがアクセスが入るようにしていきますと。で、今度は宝石工場ですね。これもアクセスが入るように作りましょう。うん、違う、時間ものを立ててしまったので、宝石工場こっちですね。これも立てましょう。で、今度は低賃金の、宝製工場が必要ですと。低賃金の縫製工場。低賃金の縫製工場はこれだな。これをじゃあ、この辺にババーンと作っちゃいます。で、衣類が8作れるのをちょっと待ちましょうというフェーズになりますかね。
で、今、どんくらいのペースで作られているかというと、宝石工場。ここだと、衣類8羽。すぐに作れそうだな。作れましたね。ハイリスク、ハイリターン。で、一部の資源は大量に蓄えられると望まない結果を生みます。まあ、病気とかそういうものですよね、きっと。増えていっているもので言うと。なので、そのあたりは注意をしなきゃいけないんだろうな。リスクも増えても困るしね。まあ、ただ、今すぐどうこうしろとは言われてないんで、このまま進めちゃいましょう。で、バーガーがいて、どうしようかな。あ、本当だ、なんか手に持ってるな。何か手に持っている。労働環境に満足していないんじゃないかということで、労働環境に満足していないと思われる住人たちが、プラカード的なものを持って、なんかうろついてますね、この空き地みたいなところに。さて、じゃあ、彼らにどうしてあげるかというと、作った衣服、縫製工場で衣類ができたんで、それをお金に換えるための手段なんですが、洋服屋さんだね。洋服屋さんをじゃあ建てていきましょうか。洋服屋さんはこれだ。洋服屋さんをね、じゃあちょっとまた上の方に建てましょう。よし、これでなんとなく整然と作られてきた感じがあるな。病気やリスク、廃棄物の増加は気にならないっていうのかっていうことで、まあそういったものがどんどん生まれてきているっていうことなんですよね。まあしょうがないといえばしょうがないからな。で、もう一つ産業を作る必要があるということで、消費者をもっと増やした方がいいんであれば、何をすればいいかというと、ネオン広告を出すと。ネオン広告か、なるほど。まあ、ネオン広告って聞くとどうしてもエッチな広告をイメージしちゃうんですけどね。石油を産出して、石油発電機、これもやりましたよね。油田を作る必要がありますということで、まあ、これは大丈夫でしょう。大丈夫ですね。で、電気がどんくらい作られてるかというと、電気はまだまだ余裕はあるね。よし。では、ネオン広告をいくつか作りましょうっていうことなんだけど、電気は0.84ぐらいずつしか出ていかないんだ。石油ってどんくらい作られてんの今？0.12。ってことは電気の余裕も言うほどはないんだな。ないんだなとは言いつつ、ネオン広告2が1個、ネオン広告3が1個っていうことで、これとこれ1個ずつどっかに立てなきゃいけないんだな。じゃあこれをどこに作るかだ。これってそもそもなんだっけ？これ。この辺は壊せないよな。となるとネオン広告をどこに建てるかだけど、まあ建てて終わりでいいんだったら、このね、上に一回バーンと建てて、それで終わりにしちゃいたいけど。ネオン広告はこれでいいでしょう。電気をね、結構ガンガン使うんで、もう早速壊します。特に持っておく必要もないでしょう、こんなものは。アクセスもないところに建てちゃいましたからね。で、オフィスワーカーをクリックしましょうということで、オフィスワーカー、まあ、じゃあ例えばこの L ちゃん。L ちゃんはエンジニアさんと。で、彼の好みはヨガスタジオにレジャー、そしてデバイスを。コンシューマーエレクトロニクスは現代社会には必要不可欠ですからね。まあ、スマートフォンとか含めてそうですよね。テレビ、モニター、タブレット、スマホ、ラップトップ、コンピューター、いろいろなサイズと用途のスクリーンということになっています。じゃあ、それらを多分作れみたいな話になるんでしょうね。デバイスは様々な部品をテクノロジー工場で組み合わせることによって生産が可能。おお。じゃあ、ブロックリストからテクノロジー工場を選択します。テクノロジー工場。これかな？いや、これはテクノロジー企業ですね。工場はこっちだ。プラスチック&テクノロジーが必要ですと。ほう。じゃあ、これはどうするかというと、プラスチックはプラスチック工場。はい。で、
プラスチック工場、これですね、プラスチック工場のインプットは OK になっていると、なぜなら石油をもう作っているからということなので、じゃあこれをどこに建てるかだな。アパートの近く、アパートの上とか、まあね、多分皆さん嫌だと思うんで、そう考えるとこの端っことかに建てますか。次はデータセンターでデータアウトプットしてテクノロジー企業に併合と供給と。じゃあテクノロジー工場はどうなんだろう。なんかテクノロジーだったらねいいのかなっていう気もしますけどね。何がいいかっていうと、その上に建ててもいいんじゃないかなって気はしますけどね。別に廃棄物とかは出さないでしょ、テクノロジーに関しては。で、今度はじゃあテクノロジー企業も建てましょうと。テクノロジー工場の横にじゃあもう建てちゃう？テクノロジー工場の横に企業も建てましょう。で、データセンターが一つ。データセンターね、データセンター。データセンターはどこにあるかというと、ほい。これだな。これがデータセンターだ。じゃあ、データセンターも建てていっちゃいたいんで、建てていきましょう。データセンターは、じゃあ、そうだな、まずは、アクセスを確保するために、道を作っていってあげましょう。で、データセンターが、どこにあるかというと、これだ。で、データセンターができれば、データセンターのアウトプットを見ておくと、データが4ずつアウトプットされますね。なので、一旦これで待ってみますか。2回生産が来れば、4×2 で8。データが生産されるはずなので、これを少し待ちましょう。で、資源は大丈夫だよね。いきなり崩壊とか始まんないかな。小麦が不足してるか。じゃあ小麦畑を1個作りますか。小麦畑以外は大丈夫だよね。じゃあ小麦畑を今のうちに増設します。で、今度はテクノロジー工場企業が作ってあるんで、インターネットカフェを使ってデバイスをお金に変えると。インターネットカフェ。もうインターネットカフェとかもう全然行かなくなりましたね。もう会社と家の往復ですね。ほぼほぼ。よし、インターネットカフェも作れた。まあ、バーガー、イノシシはこの雰囲気嫌いだろうね。ここまでね、ガッチガチに近代化されて いくのを見ると。で、衣類とデバイスの産業を大きくしてくれということですね。じゃあ、洋服屋さんを5個、インターネットカフェを5で、衣類の傾向を上げてくださいということなので、そうすると洋服屋さんを建てていくためには何が必要だったかというと、まずは畑が必要ですよね。畑を建てたら、それに必要な工場と労働環境を用意していってあげましょうか。で、ここまで来たら、さらに上の階へと広げていってあげたいので、どん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 やっていきましょうね。まあ、設計的にはね、これが結構一番楽かなって感じはしますよね。もうひたすら同じことを繰り返していくだけっていう感じにはなっちゃうんですが、
あとはこの先多分ね、電気が足りなくなっていくんじゃないかなと思うんで、電気をねもうちょっと作れるようにしときましょうか。電気をね、でこれで何ができたかというと、布までは作れるようになったんで、このあとは低賃金の工場ですね。低賃金の工場、低賃金の工場、これだ。これをじゃあいくつかというか、しっかり作っていっちゃいましょう。とりあえず2個ぐらいあればいいのかな。でその前に一旦廊下を増設してあげないとダメだろう。でこの状態で低賃金の工場を作っていってあげて、それで何が足りないかと、データが足りないか。データは足りないはよくって、電気だよね。電気も足りないけど、電気は当分は大丈夫か。よし、じゃあこれで、あとは洋服屋さんですね。洋服屋さんに必要なインプットがどんくらいあったかっていうのを確認しましょう。洋服屋さんのインプットは、よいしょ、これだな。電気消費者、衣服が6必要か。で、今、衣服がどんくらい生産されているかというのを見ると、衣服は、どこにあるかな。衣服は 0.50 か。ちょっと衣服の数足りないよね、そう考えると。じゃあさらに拡張をしていきますか。そういう意味で言うとこっち側がガラガラだもんね。こうやって横から見るとこっち側が全然空いているといえば空いてるんで、同じセットをもう1セットずつ作りますか。なのでまずはですね、資源で綿畑、コットン畑を立ててだ。さらにこの辺りも増設していきましょう。でこれに対して低賃金工場をさらに追っ立てましょう。このセットをもう1セットずつ作りましょう。でそうすればほぼほぼ見通しは立つんじゃないかな。よし、これでもう一個低賃金の宝石工場を建てて、で洋服屋さんだね。洋服屋さんをガシガシ建てちゃいましょう。でここにも洋服屋さんを建てれば、洋服屋さんは見通しが立ったかな。これでよし、洋服屋さんはこれで全部立ちましたね。消費者の数がちょっと足りないのと、労働力も足りないし、電気はいいとして、データ不足と、あと麺がやっぱちょっと足りないんだな。なんでこれはもう早急に建てましょう。作っちゃいましょう。これでどうだ。で、あとは労働者が足りないのと農薬が足りないか。では農薬を、農薬小屋で作っちゃいましょう。アクセスは大丈夫だよね。おっと、アクセスが
なんか気になったけど、やっぱりダメだったね。じゃあ、ここでもう一回今ダメだったんで、立て直しをしちゃいます。で、これで一旦よしとして、ああ、この人もダメだな。これ何？洋服屋さんの向きがおかしいと。確かに完全におかしいね、これは。洋服屋さんの向きを戻しましょう。ただこれが洋服屋さんだよね。おっと、間違えた。これね、戻るコマンド的なものがないんで、どうしようもないんだよな。洋服屋さんをもう一度建てなきゃいけなくなっちゃいましたんで、洋服屋さんを建てましょう。で、アクセスがないはずなので、ここにアクセスを行けるようにしてあげましょうね。よし、これでいいかな。で、そうすると今労働力が足りないのと、やっぱり麺が足りないんだな。なんで小麦畑を壊して、小麦畑を壊して麺工場を建てましょう。んで、労働環境も足りないのは足りないんで、この洋服屋さんの間に、ちょっとおしゃれな環境ですよね、洋服屋さんに挟まれた家って。よし、こんなもんでどうですか？これで埋まったかな、一旦ね。で、次はインターネットカフェか。インターネットカフェを作るには、順番で言うと、まずはプラスチック工場が必要ですよね。プラスチック工場を、じゃあ建てていきますか。プラスチック工場をどこに建てていくかだけど、そうだな、ちょっと悩むけど、まずはここに通路を引いてあげて、そっからだよね、すべては。で、プラスチック工場を、建てますか。プラスチック工場を建てる上では、そうだな、ここつなげられる？つなげられるね。じゃあここまでつなげちゃって、プラスチック工場は上に積み上げましょう。まあ、臭いものには蓋をしろじゃないんですけど。お、ここには積み立てできないか。この上に積み立てたかったんだけど、無理だね。そうすると、プラスチック工場を一旦置いておいて、データセンターだな。データが足りないですもんね、今ね。データセンターを建てましょう。データセンター、データセンター。データセンターは、これだな。これを、じゃあ、こっちの上の方に。建てていきましょう。で、これでデータは OK になったんで、データが OK になると、次はテクノロジー工場だな。テクノロジー工場で、テクノロジー工場もパンパーンと。で、テクノロジー企業もパンパーンと立てていきましょう。これでどうだ？コットンベールが不足するんだな。コットンベールが不足すると、コットンベール不足になるとまずいんで、コットンベールをじゃあ作れる施設を用意しましょう。
いやー、なかなか大変ですね、これは。連鎖を維持していくというのは。で、今度は、麺が足りないと。じゃあ、麺を立てますか？っていう繰り返しだね。で、これで、インターネットカフェを建てろという、あと4つも必要なの、インターネットカフェ。そんないるかな？電気消費者データデバイスか。データは大丈夫なんで、じゃあこの辺りに、から、バシバシ作っていきますか？衣類傾向が上がっていかないのがちょっと気になるな、でも。衣類傾向がね、全く上がってこないですもんね。あとインターネットカフェを1箇所どっかに作りたいけど、もう1個上に広げる？そしたら。だいぶ上に広がってきましたね。ちょっと後で横からの絵を見てみますか。では、これでインターネットカフェを1個建てちゃいましょう。これでインターネットカフェはクリアしたね。こんな感じになってきましたね。なんかだいぶゴミゴミしてきたけど。まあ、これはこれでよくて、衣類の傾向が上がってこないのは何でだろう。ゴットンベールが足りないね。しかも、再び。ゴットンベールを建てる、ゲットするには、これでいいかな。コットンベールがこれで増設増産に回ればなんとかなるね。あとデータも足りない。いや、結構忙しいな。なかなか思ったような運びにならないですね。データセンターを建てましょう。大丈夫か？なんか崩壊してたりしないよな。一応全部回ってはいるよね、今はね。アクセスがないのが1個ある。これは何？データセンターの向きが悪いか。向きが悪いっていうか、立てちゃいけないところに立ってるね。なのでデータセンターを一旦壊して、正しい場所に立て直しましょう。まだ麺が足りないって？水はどうなんだろう。水は足りてる？水は足りてる。小麦も足りてない。石油も足りてないか。まあ、この辺りはたくさん備蓄があるんで問題ないでしょう。どちらかというと消費者だな。消費者が足りないんで、今建てたここにアパートをもう2つほど建てちゃいましょう。で、衣類傾向っていうのが上がってこないんだけど、衣類傾向はどうすりゃいいんだろう。衣類傾向ね。衣類の傾向を上げたいんだけど、上げ方がわからないな。まあ、石油、小麦、労働力、消費者。そうすると、もうちょっと消費者をもっと変なところに勢い余って立てちゃいましたが。代わりにといってはなんですけど、ここに小麦と、麺と工場を増産するしかないかな。で、さらに油田も建てますか？なんか変な感じにはなってきちゃいましたけど。ここに。これで電気は問題なくなると思うんですよね。
労働力は大丈夫でしょう。労働力、消費者は大丈夫。大丈夫っていうのは簡単に作れるっていう意味ですね。なので、もう作っちゃいましょう。忘れないうちにね。で、アクセスをちゃんと確保してあげると。で、消費者労働力もいいよね。衣類傾向っていうのが上がってこないんだよな。衣類傾向をちょっと上げていかないと、ここをクリアできないと。そしたら、まあちょっと、いやでもない、もう洋服屋さん作る余裕ないからな。衣類傾向が全然上がってこない。0.10 までいかなきゃいけないんでしょ。で、今そのじゃ肝心の衣類傾向がどうなってるかというと、なんか変なもの作った今。大丈夫？変なところに空中にできちゃったけど。衣類傾向ってどうやってあげるんだ？ちょっと確認しましょうか。衣類が340に 0.10、 これ 0.10 じゃダメってこと？衣類をもうちょっと作れるようにしなきゃダメってことだな。じゃあ衣類を作るための環境を用意しましょう。衣類を作るには低賃金の工場、これを この辺りバシーンと。どうだ、うまくいきましたね。うお、一気にぶっ壊れたけど。いや、完全に破壊されたな。せっかく苦労してここまで積み上げたものが全て破壊された。マジか、なんてこったってことになってますけど。うわ、完全に破壊されてね。これはもしや病気が崩壊した。ダメだ、ここは崩壊に向かっている。おい、そろそろ次に進もうぞ。まあ、一応クリアにはなったっぽいですね。もっと住みやすいところがあるんだということで、一応これで、3番第3章クリアできたかなというふうに思いますんで、次回はこの続き第4章をプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまで。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。